どうもどうも、大沢仁也さんお願いします。頑張っていきましょう ね、はい、いやいやね、ほんまにまだまだ僕らもね、給料がね、少ないですけどね、本当に少ないですよ、本当にね、全然持てません。そうですね、それでね、僕ちょっとね、一個考えたんですよ。何を？一発当てよう思って、ちょっと本を書きました、本を。本、はい、難しいよ、前書くのなんか、本をね、書くのなんか。最近芸人さん結構多いですからね。多いですよね、まあまあ、うん、だから書いたんですよ。どんな？推理小説。難しいよ、サスペンスみたいなこと。まあまあ確かにね。大どんでん返しが用意されてないとあかんかったりすんねんで。あ、まあ確かにそれはそうやね。用意されてる？それは。そう、用意されてます。それ、いっぱい書いてね、短いタイプのものいっぱい書いて、これ1個覚えてるんですよ、ちょっと。ああ、そう、ほなね、ほな今日言うてみて、覚えてんねやろ、言うてみて、お客さんの反応が良かったら、会社にちょっと本にしてくださいに言いたらよ。ああ、いいですね、うん、聞いておいてください。今するんですよ、前書き。いらんいらんいらん、なぜ僕がこの、いらんやろ、ほら前書き、誰が聞きたい今、なぜ僕がのとこ、いらんやろ別に。それいらんか。1行目からでいいやん、1行目から。聞いてくださいね。ワンルームマンションの一室には、頭から血を流した男の死体が一体、そのすぐ横に突っ立っているのが人殺しの田中。言うてもうたらあかんの。言うてもうたらおい、悩まんでも悩まんでも分かることやろお前それ。何週回ってんねん、何週回ってんねん。何週も回ってんねん、あれへん。天才すぎ。考え方が何週も回って天才なんかない、あれへんねんお前は。田中だでええやそこは。言うてもうたらあかん、田中だや、田中だ。あ、そう。田中は死体を横にして思った。何なんだここは、どこだ、なぜだ、この横の男は死んでいるのか、どういうことだ、全く理解できない、なぜなんだ、これははめられたのか、どうしたらいいんだ、これな、あ、そうか、俺またやったんだ。言うたあかんねんてもん。またってないのお前、言うたあかんねんで。考え込むなお前は。もうええねん考え込む。もうええ、何も覚えていないでよ。何も覚えてない、全く何も覚えていないでいこう。全く何も覚えていない、田中はパニックになったまま、必死に自分の記憶をたどってみる、親友に彼女を奪われ、その親友の家に行き、口論になり、もゆきたりになって、テーブルの上のガラス製の灰皿を握りしめ、親友の頭をめがけて思い切り振り下ろしたところまでは覚えている。それが全部や。その後は全く覚えていない。それが全部やからや。そこが、ここからが今やねん。変えていけやお前こと。親友に、彼女を奪われ、その親友の家に行き、口論になり、もみくちゃになって、テーブルの上のガラス製の灰皿を握りしまでは覚えて。そうやって書くねんなお前。小説にそうやって書くねんな。それはそう書くわ。握りし、握りしって書くねんな。それはしゃあない、もうしゃあない。あかん。え、何も覚えていないでよ、ほんなら。しゃあないって何やねん。何も覚えていない。ああ、それでええよ。田中はパニックになったまま突っ立っていた、その時ピンポン、人が来た。それ何やねんそれ。その節なんやねん。誰かは知らんが、開けてみた。おい、節なんやねん言うてんねん。読み手の自由やから。そこはそう読んでほしいねん。そこはそう読んでほしいやくて、別にそんないらんねん。ほんで入れたらあかんねんで。なんでなん、死体あんねやろ。うまいことせんぞそれは。うまいことした。あかんあかんお前。うまいことしたって片付くかお前。どうにかせえや、なんか どうにかしたって言いそうなんなお前、入れんていう、どっかに。田中は、死体をクローゼットの中に隠した。それでええがな。少し頭が出ているが問題ない。あるあるある。ギュッと詰め、ギュッとギュッと詰めた。ギュッと詰めたやないねん。俺の言葉そんな目でどうすんのお前は。血は、血も吹かんと。血も吹いた。血も吹いたやな。描写があるやろ自分なりの。スポンジで。え、スポンジで拭いた。タオルで拭けやお前。タオルで拭いた。タオルで拭く。タオルではないよお前。タオルで綺麗に拭いた。俺の意見採用しすぎやろお前。このままでは怪しいと思い、田中はそーっとドアの方へ近づいた。するとドアの反対側から声がした。お、吉尾さん、ちょっと開けてくんない、いるんでしょ、この時間に来てって言ったじゃない。誰や。前、田中が奪い取られたはずの彼女だ。おお。田中はこのまま声を出すとまずいと思い、声を変えていった。ちょっとな、今ちょっとあれやな、部屋の方がえらい散らかってるよ、10分だねえから、前のコンビニのホール行ってもらったらダメしない、ね、もうすぐ片付くから、もうすぐ片付くんで、もうすいませんけども、前のコンビニの方へ行っといてもらえたらと思います。読み手の自由やからね、それ。そう読まなあかんの、それも。反対側から声がした、田中さんね、バレたやん。なあ、バレた、バレたやないの。なバレたので入れた。入れたあかんねんて、お前。入れたあかんねんて。なあ、田中は女を入れて開口一番こう言った。クローゼットには何もない。下手くそ、下手くそ。女は言った。なあ、クローゼットが怪しいわね。どんな会話やねん、どんな会話やねん。
なあ、女はそっとクローゼットを開けた。おい、すると中から血まみれの死体がゴローンと転がってきて、女と将棋倒しになるような形になり、女はそのまま倒れてテーブルの角で頭を打って、女は死んだ。おい、死んだぞ。すごい勢いで死んだぞ。おい、田中はびっくりした。なあ、田中はそれを見てものすごくびっくりした。びっくりして死んだ。あ、すぐ死んだ。いわゆるびっくり死だ。びっくり死とは、体がくの字型に折れて、背のこう反る方の形の方のやつでくの字型に折れ、そしてお腹から大量の血がブシューッと吹き出す。黒いな、おい、黒いよ、気持ちが悪い。それがびっくり死だ。なあ、みんな死んだ。あ、おい、みんな死んでないやろ、お前は。後書き。あ、終わる。この8000円という高い値段で買っていただいて、本当に高すぎやろ。どうもありがとうございました。